高校の頃の話だ。俺が通っていた高校にはプロも輩出したことのある県内では有名な演劇部があった。俺は演劇部員ではなかったが、友人が演劇部員で時々裏方の手伝いをしていた。私立だったこともあり、音響や照明もしっかりした設備が揃ったちゃんとした舞台があった。その舞台に幽霊が出るという話は学校の七不思議として有名だった。一昔前の、今の制服に代わる前の古い制服を着た少女の霊が出るという話だ。まあ出るというだけならこの学校にも一つや二つあるだろうし、特に気にかけるようなものではない。まあ、きっと知らないまま卒業する人もいるだろう。だが演劇部内では彼女の話は有名だった。何せ実害がある。いや、害と言ってもまあ些細なものだ。むしろいたずらとでも呼ぶべきか。この演劇部には一つ決まりがある。音響や照明のための部屋に行くときは必ず二人で、しかも一人は中に入らず外で待たなければならない。変な決まりだろ。二人で行くのに一人は何もすることなく、ただ扉の前で待ってるだけだ。これは彼女のいたずらゆえに生まれた決まりだった。一人でその部屋に行くと、ほぼ必ずと言っていいほど鍵をかけられるのだ。その部屋はなぜか外からしか鍵がかけられないようになっていて、その部屋に来るのは部員以外ほとんどありえないというのに、部員が閉じ込められるということが多発したのだという。俺が在学中にも何度かそういうことがあった。たまたま一緒に行く人がいなかったり、短い間だから大丈夫だと思って油断していたり、まだ決まりを知らない新入生が被害者だったりした。こういう話を聞くと、大抵誰かがいたずらで鍵を閉めたんだろうという話が必ず出てくるが、その部屋に行く道は一つだけで、そこを誰かが通れば部員は必ず気づくはずなんだ。だが部員が途中でその部屋に向かったことも、他の生徒がそこへ行ったこともなかった。鍵をかけるだけ。ただし人が全くそばにいない、つまり完全に閉じ込められてしまう可能性のあるときは何もしない。そういう意味では本当に些細ないたずらだと言えた。がこの部屋には空調がないため、夏場は信じられないくらい暑くなるし、冬はとてつもなく寒くなる。長時間閉じ込められれば危険なこともあるし、何より生理的な問題がある。まあ今までのところ大きな被害が出たことはないのだが、今年みたいな猛暑の時はさすがに心配にもなる。俺は OB ではないから卒業後のことは直接は知らない。だが元部員の友人の話によれば、彼女は今も些細ないたずらで部員たちを困らせているとのことだ。